ロガーヘッドはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は赤ウミガメにちなんで命名された。赤ウミガメロガーヘッドは1944年4月1日にウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で寄港した。1944年8月13日にバーバラ・フォックス夫人によって命名浸水し、 1945年2月9日に、艦長ラルフ・エヌメトカーフ中佐の指揮下収益する。ロガーヘッドは、マニトワック川を下って1945年3月1日に、ミシガン湖入りし、シカゴを経由して、ロックポートに向かった。ロックポートで、艦ドック入りした、ロガーヘッドは、ミシシッピ川をエコーされ、3月7日に、ニューオーリンズに到着する。 その5日後に出港し、パナマ運河を通過して、新珠湾には4月8日に到着した。5月15日、ロガーヘッドは、最初の紹介で、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。サイパン島、タナパグ湾で補給した後、まず海南東東岸を紹介した。6月11日に、敵の病院船を確認するものの、攻撃は行わずその通過を見守った。 3日後の6月14日、夕国、ロガーヘッドは、香港南部のギャップロックにある、電探施設と母式建造物に対して、艦砲射撃を実施し、その塔を破壊した。7月1日に、燃料補給のため一旦、スービック湾に寄港し、続いて、香港南方の救助配備担当海域に向かった。ロガーヘッドは、現地人が乗って往来するボートを止めて、尋問を行い、 日本軍がそれらのボートすべてを徴用していたことを知った。7月13日、ロガーヘッドはベクーナ及びリザードフィッシュと共に迫らん、島白地に接近し、停泊する敵艦に対して、魚雷5本を発射を発射したが命中せず、攻撃機会はこの時だけで、その他の多くの紹介機関はもっぱら救助任務に当てられた。 翌7月14日にはショークを撤収して、オーストラリアに向かい、日中に、バリ島とロンボク島の間のロンボク海峡を通過した。通過の間、敵の沿岸砲台が砲撃を行ったが、ロガーヘッドは熟練したそうだによって、これを回避し、損害を受けることはなかった。7月19日、ロガーヘッドは64日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。 8月13日、ロガーヘッドは2回目の紹介で、南シナ海及び、タイランド湾方面に向かった。しかし、フリーマントルを出港後2日目の8月15日に、日本は降伏し、ロガーヘッドは航行中にその方を知った。8月22日、ロガーヘッドは9日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。ロガーヘッドは8月31日に、 スービック湾を離れ帰国の都に着く。真珠湾を経由して9月22日にサンフランシスコに到着した。ロガーヘッドは1946年6月16日にメアアイランド海軍造船所で退役し、太平洋予備役艦隊入りして以後長く保管された。1962年12月、ロガーヘッドはアグスマイナス374に 監視変更され、ワシントン州シアトルに栄光されて、同地で予備役兵の訓練潜水艦としての任務に就く。1967年6月30日に、ラッシャーと任務を交代し、同日除籍された。ロガーヘッドは1969年初めに、スクラップとして売却された。ありがとうございます。